もども、J です。今回の動画は、マルチ戦の時のロビーくんの動画を後ろで流しながら、重大発表の方をしていこうと思います。もういきなり、その内容、ぶっこんでいこうと思います。今現在、J チャンネルの、チャンネル登録者数が4000人を最近超えまして、いや、本当にありがとうございます。そして、4000人を超えた直後ぐらいにですね、メンバー機能の開放の、通知が来まして、バッジやスタンプの制作を密かに行っておりました。そしてそのバッジ、スタンプの制作が完了したので、機能の紹介をね、ちょっと軽くやっておこうかなと思います。特典一つ目。配信などでコメントをしたとき、自分の名前の色が緑色になる。それによって、配信者がコメントに気づきやすくなったり、読み上げやすくなったりします。特典その2。オリジナルの専用バッジが開放されます。J チャンネルでは、そのオリジナルバッジ、というのが、いつものね、クジラの見た目の、バッチになっております。そして、加入月日に応じて最大6段階まで進化する仕様になっております。段階的には、ノーマルクジラ、シルバークジラ、ゴールドクジラ、プラチナクジラ、そしてブラッククジラ、ゴージャスクジラ、の6段階になっております。特典3つ目は、オリジナルのスタンプが配信などでの、コメント入力時に使えるようになります。最初は4つ開放されております。そしてメンバー登録者数が増えるごとに、ちょっとずつ使用できるスタンプの種類が増えていきます。基本的にはその3つが主な特典となっております。まあ、ちょっとでもね、プラスアルファで配信を楽しみたいという方、よかったらぜひよろしくお願いします。ちなみにメンバーのなり方は、チャンネル登録ボタンの左側にあるメンバーになるというボタンをポチッとね、したら OK です。大まかな説明になっているので、またもしわかんないことがあったら、Twitter の方に DM を送っていただくか、もしくは、配信の時とかにね、コメントで聞いていただければ、できるだけは答えるようにするので、よろしくお願いします。動画を見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録よろしくね。バイバイ。